人口約230万人、日本有数の都市名古屋。今から300年前、この町にはドエリアお殿様がおった。この物語は実に変わり者で、しかし人々に愛されたお殿様、徳川宗春の生涯を描いた物語です。起業家、ビジネスマン、政治家、歴史好きな人、歴史や伝記から学びたい人、そして名古屋にゆかりがある人にはぜひ見ていただきたい動画です。徳川宗春は1696年10月28日、現在の愛知県名古屋市で生まれた。父は御三家筆頭、尾張藩三代目藩主徳川綱成、母は側室の梅津。兄弟は39人もいて、宗春は20男だった。宗春3歳の時、父が死去。尾張藩は兄の義道が継いだ。宗春は藩主の子とは言うものの20男、家を継ぐ可能性はほとんどない。いわゆる部屋住みと呼ばれる肩身の狭い実家暮らし。しかしその分、名古屋で自由に育った。下級武士や庶民とも交流があったと言われている。学問や武芸に加え、絵画、和歌、漢詩、お茶、能など芸術の教養も身につけた。18歳の時、江戸に移り住み、芝居小屋に屋台や遊郭、華やかな江戸の町のにぎわいを目の当たりにした宗春は大いに刺激を受けた。名古屋とは何もかもが違う。その年、兄義道とその子五郎太が相次いで亡くなり、尾張藩は義道の弟宗春の兄である徳川継友が藩主となった。1716年、宗春21歳の時、七代将軍徳川家継がわずか8歳で病死、将軍の跡継ぎがいなくなってしまった。次期将軍候補は宗春の兄で尾張藩主の徳川継友と紀州藩主徳川吉宗の2人に絞られた。当初は継友が有利と言われたが、予想に反して紀州の吉宗が8代将軍に就任した。江戸ではこんな歌が流行ったという。尾張には能なし猿が集まりて、見ざる言わざる天下を取らざる。複雑な思いの中、宗春は新将軍吉宗と対面した。八代将軍吉宗と宗春、運命の出会いだった。吉宗は若い頃の自分と境遇が似た宗春を大変可愛がってくれた。宗春の宗の字は将軍吉宗から一字をいただいたものである。また将軍吉宗は部屋住みだった宗春に官位を与え、たびたび鷹狩りの獲物をプレゼント。さらに宗春34歳の時には、奥州柳川三万石の大名として取り立ててくれた。宗春も質実剛健をモットーに改革を断行し、幕府の財政を立て直していく吉宗を尊敬していた。そんな中、柳川藩主となった宗春のもとに米の不作の知らせが届いた。税金が米のこの時代、米の不作は財政の危機を意味する。しかし宗春は、種もみを非常用の食料として領民に分け与えよう、決して民を飢えさせてはならんと真っ先に領民のことを気遣った。その年、柳川藩では一人も餓死者が出なかったと言われている。将軍吉宗は徹底した倹約節約で幕府の財政を立て直していたが、一方で江戸の町は倹約ムードによってかつてのにぎわいを失っていた。宗春は思った。質素倹約に努め、改革を進める吉宗様は誠に尊敬できるお方だ。そして私が吉宗様からいただいたご恩は山よりも高く、海よりも深い。しかし我々大名はともかく、倹約を民にまで押し付けるのは何か違うのではないか。そもそも皆が金を使わなくなったら、かえって皆が貧しくなってしまうのではないか。宗春の心には疑いが生まれ始めていた。それから約1年後、1730年、宗春35歳の時、宗春の運命を大きく変える出来事が起こった。兄徳川継友急死。他の兄弟は皆若くして亡くなったり病弱だったりしたため、20男の宗春が尾張藩62万石を継ぐことになったのだ。尾張藩主就任の翌年、宗春は自らの政治理念と方針を21箇条にまとめた「音痴西洋」という本を出版、藩士たちに配った。規制は少ない方がいい、行き過ぎた倹約はかえって大きな出費になる。将軍吉宗の改革とは正反対の方針を打ち出した。江戸から初めて大名として名古屋に帰る時、
宗春はド派手なパフォーマンスをした。異国人のような帽子をかぶり、その下には浅葱色の頭巾、衣装は全て真っ黒、襟や袖は金色に縁取られ、カゴではなく漆黒の馬にまたがり颯爽と現れた新しいお殿様。どえりゃー殿様が来たがや。名古屋の人々は度肝を抜かれた。藩主に就任した宗春は次々と新しい政策を実施していく。民衆が楽しめるよう倹約ムードで質素になっていたお祭りを賑やかなものに変えた。花火をポンポン打ち上げ、盆踊りを夜通し盛大に行った。働くことも大事だが、同じくらい遊びも大事、遊びから創造は生まれるんじゃと名古屋城下に芝居小屋を作った。当時は武士が芝居を見ることは禁止されていたが、宗春は藩士たちにも芝居を見ることを許した。また下手に禁止するから闇に潜って非合法なことが行われてしまうと遊郭を公認。神社の境内、芝居小屋の周り、遊郭の周りには多くの店が立ち並び、名古屋の街は大いに賑わった。全国から人が集まってきて、名古屋の人口は4割も増え、江戸、大阪、京都に並ぶ大都市に発展した。宗春は女性や子供が夜も安心して歩けるようにと名古屋の街中に提灯や行灯をかけさせ、夜の街を明るく照らした。真っ赤な衣装を着て白い牛に乗り、1.5 メートルもあるキセルを吹かして領内を巡回。そんな派手好きで変わり者のお殿様、徳川宗春は領民思いのお殿様だった。しかし徳川宗春、名古屋の繁栄は長くは続かなかった。幕府は質素倹約の方針と逆行する宗春を見逃せなくなっていた。なぜ倹約令を守らない？宗春は問いただされたが、倹約とは人の上に立つ者が務めるもので、他人に押し付けるものではない。私は民を苦しめるようなことは一切していないと反論した。次第に幕府から睨まれるようになった。宗春は京都の朝廷と仲が良かったこともあって、反乱を起こすつもりではないかと疑われ、吉宗と宗春、幕府と尾張藩の間には緊張が高まっていった。このままでは尾張藩が取り潰されるかもしれない。危機感を抱いた尾張藩の重臣たちが先手を打った。宗春が参勤交代で江戸に行った隙に、重臣たちはクーデターを起こした。尾張藩の政策は宗春様以前に戻す。今後は一切宗春様の命令は聞かぬ。重臣たちは藩主宗春の許可を得ないまま遊郭を禁止、芝居小屋は縮小。名古屋の町人百姓たちに重税を課してしまった。名古屋の町は大混乱に陥ったが、この時江戸にいた宗春は何もできなかった。幕府老中松平憲里に呼び出された宗春は、不行き届きが重なり領内を混乱させたという理由により謹慎処分を言い渡された。こうして宗春は藩主の身分を奪われ、名古屋に戻されて謹慎生活を送ることになった。殿、おいたわしい。このようなことは前代未聞です。尾張初物よのう。はっはっは。尾張藩は一旦幕府に召し上げられ、改めていとこの徳川宗勝が相続することとなった。宗春は尾張藩の藩主であった事実さえ消されてしまったのだ。宗春が謹慎処分を受け隠居させられた後、名古屋には倹約令が出され、町は火が消えたように静かになった。謹慎処分を受けた宗春の生活は悠々自適なものではあったが、外出は一切許されず、母が亡くなった時でさえ葬式への出席や墓参りもできなかった。将軍吉宗の死後、謹慎処分から22年後のこと、ようやく宗春は両親の墓参りのため外出を許された。宗春が外に出た時、宗春が通る道には町の人たちが用意した数々の提灯が並べられていたという。宗春が女性や子供が夜も安心して歩けるようにと町中に掲げた提灯、今度は名古屋の人々が宗春の通る道を照らした。名古屋の人々は宗春のことを忘れてはいなかった。宗春の治世はわずか8年余り、罪人として歴史の闇に葬り去られ、22年の年月を経た後でも名古屋の人々は宗春を慕い、密かに語り継いでいたのだった。1764年10月8日、徳川宗春はこの世を去った。享年69歳。
死ぬまで宗春の謹慎は解かれることはなかった。宗春が許されたのは1839年、宗春の死後75年後のことだった。寿任権の大納言の位が贈られ、ようやく尾張藩の歴代藩主に加わることを許されたのだ。そして時代は流れ、現代名古屋は人口約230万人、日本有数の都市として発展を遂げている。宗春が思い描いた活気にあふれる町名古屋は250年以上の時を経て実現された。宗春が藩主になった直後に書いた御地西洋、そこには宗春の慈愛の精神があふれている。国を治める道理は仁、つまり愛情である。慈愛の心は心の内に隠れては効果はない。太陽のように社会の隅々までも照らしたい。宗春は慈愛の心を持って領民を統治し、尊敬する吉宗にさえ一歩もひるまずに立ち向かった。宗春の慈愛の心は今も確かに名古屋の人々の中に生きている。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画を見て面白かった、良かった、ためになったと思っていただいた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。歴史上の偉人から学ぶビジネスマインド、教養からお絵かきムービーのことまで価値ある情報を配信するお絵かきムービークリエイター細井の日刊メールマガジン好評配信中。